監督と葛西で舞台挨拶で、うん、俺司会で。いい人間一緒じゃないの？一緒じゃねえよ、全然。一緒じゃないの？うん。え？じゃあ、会ってない。会ってない、会ってない。え？会ってない。え？じゃあ、先週からずっと会ってないってこと？会ってない、会ってない。皆さんの中で監督見た方います？いないですよ。あれ？どうした？おぉ！あ、どうしたわしの映画も撮らんかい。共演やとお前全然俺が映ってへんやないか。もう一回俺を主役にして撮り直せるか。素顔で映ってると思う。素顔はあったんだよ。フッキー、なんてことしてくれんだおい。これでもこれよく見たら、インロサって書いてるの、これ。ライブイン、うん。ライブインロサって、このビルの地下じゃないか。このビルの地下？地下のライブハウスだぞ、これ。この地下のライブハウス？うん。ライブハウスで監督が拉致されてるぞ、これ。こうしちゃいられねえ。このままじゃ、うん、監督の命が危ない。危ない。こりゃ面倒なことになってきたぞ。よーし、監督になってろ。葛西、監督に命は頼む。よし、みんなも一緒に葛西を応援しに地下のライブインロサに行こう。よし、俺も先に行って待ってるぞ。移動しました。佐々木、おお、すごい。
番歓迎されてんだよ。行くぞー。
後でいいな。この後でいい。復帰。おい。池袋のその記念すべき共演初公開の日にお前なんてことしてくれるんだ。なんでこんなことしたんだよお前。え。みんな火災の映画見てええなええな言うてちやほやされてるからわいは悔しかったんや。できる頃やったんや。許してくれや。おい吹本、共演はな俺っちだけの映画じゃねえ。フリーダムするみんなの映画だ。そして葛西中を応援してくれるファン人間みんなの映画なんだよ。拍手も。でも復帰安心しろ。お前にはな杉浦徹監督作品で狂ったネズミ教祖っていう映画を近々撮る予定だ。杉浦監督っていうのはちょっと微妙やけど。ありがとう。ドキュメントだぞ。いいだろ。ありがとう。皆さん見たいですか。ありがとうみんな。俺っちにジェラシー抱くのは分かる、うん、でもな杉浦徹監督でクレイジーマウス競争もうすぐクランクインするから